どうも、フラクララボの飛行機おじさんです。今回こういうの作ってみました。これを飛ばそうかと思ってるんですが。僕の作るやつの中で、まあこれでも重いんですよね。こんなのつけない方が飛ぶんですよ、多分ね。だけど虫とかね、鳥とかで明らかに飛ぶのに邪魔そうなものつけてるやつ、皆さん何いくつかご存知でしょう。美しいと思いませんかね。どうしてもそういうものを作りたいですよ。余計なものがついているひょっとしたらね、そういうものが実は非常に役に立ってんではないかっていうふうに思うこともありまして、まあそれがね、僕が証明できたらいいなぁなんてちょっと考えてるんですけど、まあ今回は邪魔になるか役に立つかわかりませんが、まあやってみます。ね、こういうの作ってみたんですけど、で今回ちょっと、プロペラなんですけど。ゴムが緩まったらぜひとも逆回転してほしくて、あえて作りました。通常のプロペラにも逆回転すると空回りするようにできてるんですけど、ここで引っかかるようになってる。その機構を真似して針金で作ってみたんですが、内側には引っかからないようになってます。こっち側には引っかかる。合わないね、これ。スカスカだ。なるほど。これで。じゃあ、OK。タイム。よいしょ。で、こうと。間違えとる。12月やぞ。タンポポやぞ。